こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、いただいたコメントを読まさせていただきます。これはね、今朝もタイトルでライブをさせていただいた、毎朝早朝ね、私と一緒にライブ放送でコミュニケーションを取っている日高さんからのコメントなんですよ。生命に関わる問題にかなり真摯に取り組んでいらっしゃる方でね、非常に私の胸を打ったんで、ここで紹介させていただきます。私たちが生まれ YouTube で会話できているのも、それも運命だと思います。これは私と日高さん、そしてそれを取り巻くね、他の視聴者さんに対してだと思いますけど、本当に運命ですよね。これね、10年とか数年前だったら YouTube で人が知り合ってコミュニケーションを取るとか、こうやってね、まだお会いしたこともない方とコミュニケーションをこれほどまでに取るってことは考えられなかったんじゃないですかね。だから私が少年時代、幼い頃っていうのは文通っていうのがね、雑誌の裏とかにありましたけども、文通に似てるような感じもしますし、さらにそれが深く濃く、本当にね、親密になる YouTube っていうテクノロジーが、会えるはずもない人を出会わした、まさに運命だと思うんですよ。で、文章戻りますね。天や神様が必要でないと思ったら、この世に生を与えなかったはず。そうですね。だから日々、今日も安全に生きれた、など些細なことに感謝しながら生きるのがベストなのかもしれませんね、ということですね。私も同じように感じるんですよ。で、こういうふうにね、最後はね、なのかもしれませんねっていうふうに柔らかく着地させていただいているところっていうのは、非常にね、この日高さんのお人柄を忍ばせるなと思うんですけども、これは何かっていうと、自分の考え方を人に押し付けるわけではないですよってことなんですよ。ご自身の考えをこういうふうに表現されてますけども、私もね、そうだなと思うところがあるんですね。でもそうじゃないと思う方もいると思うんですよ。その方をそっと尊重したような、とっても優しい文脈になっていると思います。私の叔父はコロナ直前にあの世へと旅立ちました。しかし叔父は天からいつも私を見守って、仕事の様子、私生活見てると思っています。ですよね。今回私も話題に出したのは、人って死んで終わりではないってことなんですよ。お亡くなりになった後も、生前ね、誰に何を残したかによって、残された人がいつもね、亡くなった方と共にあると、亡くなった方と生前以上にコミュニケーションを取っていったりとか、相談していったりとか、それから見てくれるというふうにね、感じることができると。だから死は生の一部なんではないかなということですよね。はい、一つ心残りは、大阪の高い飲み屋で飲ましてと言ってましたが、叶わぬ夢となりました。そうですね、心残りですね。今日もおじは見てくれてると信じ、仕事行ってきますということで、仕事行ってらっしゃいなんですけども、もうお分かりいただけたと思うんですけども、こういうふうなね、本当に心の中にある言葉をこうやってね、 YouTube 私がね、やってるところにコメントとして、仕事の前の忙しい時にね、残してくださった、これが私はね、奇跡の出会いだといつも思うんですよね。でもこの奇跡の出会いも、私が日々 YouTube をやってなければ、ライブをやってなければなかったんですよ。だから私が活動するっていう必然が、こういった偶然とか奇跡を呼んでるんだと私は思うんですよね。でそれからやっぱり日高さんが私の言葉に真摯に耳を傾けていただいて、何か掴もうと思ってくださったところがね、恐縮ながら、こういったコミュニケーションに続いてると思います。いろいろね、日高さんも私と同世代で、本当に深い見識とお知恵をね、いつもコメントでくださってるんですよ。ですので、今回は生命についての新しい気づきや発見をいただいたんで、ここで紹介させてもらいましたけども、ぜひね、こういうことがありますんで、ご自身の気持ちがある方、言葉がね、この心の中に生きている方は、ぜひね、YouTube に上げてみるとどうかなと思うんですよ。というのが、YouTube っていうのはね、私が死んだ後も、そのままアカウントが生き残っていれば、YouTube っていう会社があれば、私がいなくなっても、この YouTube って誰かに語り続けるんですよ。もしかしたら私のね、生まれたばかりの子供が YouTube を見た時に、あ、パパの動画10万本もあるやって感じで、ずっと見るかもしれませんよね。それが私の意思を残すってことにもなるんですよ。もちろん私の意思を残したからといって、意思を継げというわけではないです。その意思に対して時代が変われば、もしくは判断が変われば、違った面も選ぶかもしれません。それも込みで意思を残すってことなんですよ。まさに私がね、どんなことを思い、どんな人生を歩んできたか、それが正解だったのか不正解だったのかってことを、まあ、息子にね、生きてる限り評価していただくことが、私が生き続けることなのかなと思いますね。で、年齢が離れてるんでね、私も50近いんで、私の息子が30ぐらいになった時、いろいろと社会を一回り見た時って、私いない可能性があるんですよ。いない可能性がね。
結構高いですよね。でもその時でも YouTube を通じて、多分私の息子大和くんは私と、一緒に酒を飲んだりね、喧嘩をしたりね、言い争ったり納得したり涙したりしてくるんじゃないかなと思うんですよ、ね、どうですか50年後、私のこのね今回撮ってる動画を50歳になった大和が見て何を感じるかなと。パパが俺の年齢50歳ぐらいの時にこんなことを俺に残したんだみたいにね、50歳の大和くんが中年デブになったところがね、今可愛いですけども、中年デブになったね私の大和くんがね見てくれたら、今度は大和くん君が動画を撮ってくれ、君の子供に向けて、もしくは人類に向けてだ。ということで今回の動画は以上です。日高さんありがとうございました。